メディアを再生する夏の淡島の空撮映像島、ビラキの内浦集落村上市から見える、淡島淡島は、新潟県北部、日本海にある島。前頭が、岩泉郡淡島浦村に属する。村上市から北西に 35km の海上に位置する。島の東側の内浦、西側の鎌屋の計2カ所の集落がある。 縄文時代の遺跡が東海岸に5カ所発見されていることから、すでにその時代には人が住んでいたと想定される。しかし、弥生時代、古墳時代の遺跡は発見されていない。万葉集第12巻諸集の波の間ゆくもいに見える淡島の淡沼の,淡沼のゆえ割れに宿りきする子らが文献資料での淡島の初見と思われる。この歌は読み人知らずとされるが、 越後守るの脅しな大村が読んだ歌とする説がある。古代の淡島は、資料が残っていないためよくわかっていないが、以下のような伝承がある。大和朝廷の蝦夷征伐によって、土地を追われた蝦夷が淡島に上陸し、東海岸で暮らし始めた。しかし、旧世紀初め、北九州の松浦島の一族が、淡島東海岸へ上陸し、蝦夷、 西海岸へ追い払って生活するようになった。その半世紀後、今度は越前国の本星一族が淡島東海岸へ上陸し、松浦一族を西海岸へ追い払い、そこで住むようになったという。追われた松浦一族は西海岸で生活していた絵像を北に追い、西海岸を開拓してそこを拠点とした。 やがて北の映像は絶滅し、島には東海岸の本坊一族と西海岸の松浦一族のみが残ったという。中世は洋北州の一つ色べ市の所領であった。江戸時代になると村上藩領、天領、庄内藩預かり所などを経て、法歴3年以降は廃藩地県まで米沢藩預かり所となった。 明治22年に、淡島浦村が成立し、現在に至っている。昭和39年6月16日午後1時頃に、淡島沖を震源とするマグニチュード7.5の地震が発生。島全体が約1メートルも隆起した。このため水稲栽培が難しくなり、島を追っていた水田はほとんど姿を消した。 自党就任年月日の後ろに、任の字があるものは、幕府または国師の公認を得た日付。標高265メートルの小芝山を中心に、島のほとんどが山地で占められている。海岸線は、東海岸は平坦であるが、西海岸に割り辻島などの祈願が多く立ち並ぶ、断崖絶壁となっている。また、山地の東海岸が、 杉や竹で覆われているのに対して西海岸は日本海の強風の影響で樹木はほとんど発達していない。日本自家が約100頭生息している。2000年頃何者かが持ち込んで放した3頭から増殖した。農作物を食害する個体は駆除対象となっている。漁業、農業、観光産業。 特産品として、ワッパニや、マダケスミ製品がある。5月から6月頃の花曇りのような日、海上に巨大魚とも陸地ともつかない物体が浮かんで、見える、浮き物と呼ばれる怪異が伝わっている。おおよそ特定の場所に現れるが、海面を移動することもあり、人が近づくと消え去ってしまうという。魚、または、海鳥の群れ。 未確認の巨大行などの説がある。ありがとうございます。